はい、今京都のホテルに着きました。今エディとルイはグッズに夢中です。やばい、あ、グッズやばい、かわいい、 XL、 ありがとうございます。やばいやばい、 L サイズ、よっしゃ、グイグイ、かわいい。で、僕はまあ公演も含めて全部思い出なんですけど、まあ、特に思い出は全国各地に行って、その地のその名物とかをその食べたり、あと京都だったらもう日高さんと初日あのね食べたね、焼肉、一緒に焼肉を行かせさせて、うん、一瞬でどうかしてくれ、行かせさせていただいたので、もうそれもめちゃめちゃ思い出です。お願いします。寂しくて、寂しくて、お願いします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。お願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、お渡しして、せーの、お、ありがとう。お願いします。ずっと欲しかったやつじゃん。お願いします。ずっと違うな。ずっと違うの来たな。ありがとう、ありがとう。優しいです。すいません、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よしよし、お願いいたします。汗だくですよ。みんな汗だくですよ、この3人。僕は汗じゃないです。そんなにさっぱりしない。ありがとうございます。お願いいたします。お願いします。頑張ります。気合入れてね、楽しみだね。楽しんで落ち着いて歌えるように、そうだね、意識して、大事大事。お願いします。お願いします。なんでルイずっとニコニコしてる。いや、じゃあ楽しみだなっていう、そういうやつだ。強いです。そういうやつ、そういうやつ。よかったら、お願いします。お願いします。緊張とかするみたいな、俺らの話を楽しんでほしいです。はい、OK。 みんな間もなく、はい、始まるから直前まで来よう。ありがとうございます。ありがとうございます。終了は少し経過で正解、将来に新曲アーティストたちから新曲が届きます。休みに行かないときですね。リビーボーイ、ルイ、タイテイ、エイタイ、エイウェア。ライブやるときすごい落ち着きがなくて、その真ん中に立ってられなかったんですよ、緊張しすぎて。お客さんとのそのコミュニケーションだったり、そのそういうなんだろうな、あんま覚えてないですね。もう本当に緊張してたんで、もう自分のステージではないですし、もちろん大輝とルイのステージでもあって、自分のステージでもあってみたいな、そこが結構緊張してましたね。ありがとうございました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 。いや、やりきった感じは。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あれ、疲れてる。疲れてない。何回か泣いちゃった。何回か泣いちゃったか。ありがとうございます。ありがとう。どうだった？楽しかったです。もっとちゃんと勉強しないとというか、うんうん、まだ全然いけそうだね。頑張ります。よし、レベルアップは。ありがとうございます。ありがとうございます。やっちゃってください。はい。はい、今からやるからここ絶対使ってくださいね。いきます。バスケットシノミコムスペースでホットな太陽に体も放てて、夢に希望を持ったらそれ以外期待することはない。雨も降ればその後虹がかかる敵と、でもこのメスならばなんとかな、超長いフレットこの息だビーでこれ合わさったらもう最高のステー丸開けたら涼しい風が吹く、オレンジ色の太陽にオーシャンビュー、夏の日差しか気持ち海岸ぞ、一節のプランのこの旅でも仲間がいればいい、疲労立ちず疲労げ、目的場所を決めていざ出発、トースター思ってたよりも長旅、まあいいや、ボス乗り込み最高。おいで。死ぬこれ。あ、使えないんだったら全然大丈夫です。使えるならふんだんに使ってください。Anytime anywhere。宿題は終わったよもう。Anytime anywhere。なんで I pray your last, I pray your last。終わらないかじゃない。Let's do it now。お疲れ様です。お疲れ様です。マジか。行くぜ。行くぞ。めっちゃ落ちる。
ちょいする。危ない危ないって言われてる。お願いします。お願いします。めっちゃ綺麗な貝見つけたんですけど、これやばいです。何？金と黒の、と青と紫です。おお。あ、本当だ。すごいね。やばったね。夜、ひょっとしたら夢出てきた。なんかおしゃれじゃないですか、これ。全然おしゃれじゃなかった。いや。悪くないよ、大輝。本当ですか？疲れた。こういうことや。完成です。え、ピリオド。いや、合ってるでしょ。合ってる。うん、スバラだ。すごく読みづらいけどいいよ。さあ、ここは軽く行くんですよ。突然出てくる子がいるんです。ささっとすごい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 。怖いんす。うわ、綺麗。遠目から飛んだね。で、こっちから戻ってくる子がいるんですで、今髪の毛が来た。お、この子ね。あられちゃん、あられちゃんだ。いや、助走がついてない分超怖いっす。踏切ここですよ。ちょっと砂利とか飛んできたんじゃないですか。怖っと思って。よし、じゃあご飯行く。はい、はい、嬉しい。で、いっぱい動いたし。ハハハハ、強めに。ホタテうまそうだな。ブツブツしてる。やばいっすね。大輝いっちゃおうよ、ホタテ。ホタテ俺じゃあ食べてみようかな。じゃあ4分割っすね。じゃあ1個ずつ食べるでしょ。僕はやっぱバーベキューですね。ああ、でも僕は海鮮が好きで、日高さんとこの2人は肉が好きってことで、僕だけ海鮮食べて、3人で肉食べて、僕はちょっと1人で海鮮楽しんでました。ありがとうございました。そんなことないなっていうのが夏の思い出になっております。だったらもう動かない方がいいかもね。なんか流れてもうここから喋り出すから大体の位置で行こう。仙台の皆さん、こんにちは。こんにちは。エディーボーイです。お願いいたします。ルイです。よろしくお願いします。ナイキです。よろしくお願いします。で、僕があって可愛いに映ります。はい、お願いいたします。よろしくお願いします。今日は仙台、今からオープニングアクターやらせていただきます。エディーボーイとナイキです。ルイです。ルイです。あ、大輝です。ってことで、皆さん、よろしくよろしくお願いします。いえ、しちゃ緊張してんのか、お前。緊張してんのか、お前。吐きそう。いくぞ。お願いします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 。まだ新曲アーティストの場から新曲が届きます。夏の引っ張りの曲ですね。エディーオイ、ルイ、大輝で Anytime, Anywhere。 イエーイ、せーの。もうそういうあれじゃん、そういう遊びになっちゃってるじゃん。お疲れ様、ただいまです。お疲れ様でした。夏休みは楽しいですか。はい、最高です。なんか一人変な声いる。夏休みは楽しいですか。楽しいです。なんか一人変な声いるな。ツアーやって、はい、いろんな地方行って、はい、いろんなもん食べて、はい、宿題はどうですか。まだ配られてないです。ちょっとずつ配られてます。もし宿題を夏休み中に終えれるなら
夏休みプロジェクト第2弾一緒に夏フェスに出るぞ。夏フェス、夏フェス、あの夏フェスですか。あの夏フェス、何の夏フェスで知らない人だよ。言ってください。いいの、とりあえずロッキンジャパンに出よう。ロッキン、なんでロッキンにですか。まあほらフォーティンスやればいいじゃん。ロッキンに、あいつか、体気をつけてって言われてたので、ね、え、マジっすか。そうそう、俺ら怒られないですか、ロッキン。サプライズで、バーッと、やば、ぐい、やっば、やばいっすわ。ロックインジャパンなどなど。というわけで、はい、いい夏になるぞ。やばい、楽しい、楽しい、ありがとうございます。ありがとうございます。以上ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はどこに行きますか。淡路島です。何のために淡路島に行くの。ライブです。ライブですよね。ま、初フェス出演でしょ。はい。はい、意気込みお願いします。まあ、野外フェスということで、ちょっと空気感とかと違うと思うんですけど、全然みんな俺らのこと知らないってますので、まあ今日で名前だけでも知って帰ってもらえるような、ところまでなんかぶち上げるんでよろしくです。頑張っておいで。あと30秒で行きます。はい、ルイさん2万着ね。いつもエリーボーイありがとう。ルイさん最近何ありました。俺最近なんかめでたいことありませんでした。めでたいことか。何歳でしたっけ。俺15。誕生日いつでしたっけ。61。最近いつ。大輝さんいつでしたっけ。28っすね。何月。7月。そんな二人にちょっとあげたいものがあって、ちょっと今日僕用意させていただきました。はい、いいっすか。ガチの方、ガチの方、ガチの方なんですよ、これ。ガチ、ありがとう。あ、本当の方なんだ、これ。ガチの方なの、これ。もともと同じ種類にしようかなと思ったんだけど、全然聞いてくれないじゃん。ラバンドピース。ラバンドピース。から、全部違うの、種類。全部違うやつにしたの。うん、それから3人集まった時に全部同じ意味になるよっていう。天才だ。あは。つけて、つけて。ありがとう。ありがとう、マジで。うおぉ、ラブ&ピースだ。いいね。うん、めっちゃいいっす。ありがとう。頑張れ。ありがとう。今日頑張ります。ガチありがとう。いろんなところ行ったんですけど、その間に観光やら温泉やら、いろんな経験をさせてもらったから、楽しかったし、楽しかったで。お疲れ様です。口喧嘩です。すいません、喧嘩がスタートしました。すいません、お願いします。すいません、ごめんなさい。お疲れ様です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 。おーい、うちのです。エリー、エリー、高校生。エリー高校生です、ちゃんと。お疲れ様です。遅れたうちのです。すいません、遅れたうちのです。お疲れ様です。うちのくんよろしくね。今日よろしくお願いします。お願いします。すごい、本当に見学になっちゃった気分、社会見学。あー、お疲れー。お疲れ様です。帽子、髪どうしようか。いや、バレますよ。私この間リハの時言ったよね、ちょっと持ってこいって言ったよね。で、はいっつったよね。これはもうエディだ。これはエディがあれでしょ。私あの時言ったよね、これはエディがあれ。黒いのバレたくないから帽子を持ってこいって。ワンちゃんこうやればエディ足。いや、エディ足、エディ足黒かったでしょ。夏休みが終わったので、ちゃんと日高さんと夏休み入る前に、夏休みになったらちゃんと黒くしようというもとでやってたので、ちょっと黒くしちゃいましたんで、今日はちょっとこの姿で出ようかなと。もうだから今日爪も全部塗ってないんですよ。もうオフにして、切って、ちゃんと切ってきて揃えて、綺麗な姿で出ようかなと思ってます。はい、お願いします。じゃあラストかましといて、打ちかましてきます。かましといて。ありがとうございます。お願いします。お世話になった皆さんがあっちにいるからお世話になりました。いや、まだ一緒にやろうよ。まだ一緒にやろうよ。なんかちょっと悲しいぞ、俺。この子が…ありがとうございます。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 
みんなで楽しんでいきましょう。ラスト公演なんでね。 Yeah! Anytime, anywhere! Anywhere, anywhere, anywhere! Anytime, anywhere! I pray a lot! I pray a lot! 自分的にはもう音楽に対するなんかちょっと意識が変わったというか、モチベーションというか、緊張感もそうですし、ステージングもパフォーマンス力も、なんか普段の結構レッスンとかにしても結構このツアーに向けての見せ方とかを結構自分は考えながら受けたりとか、体の動かし方とか結構基礎を大事にしたんですけど、まあそれが生かされたのかなとは思って、でもまあ全然今回反省点もめちゃくちゃありますし、ちょっとこれからの、いろんな自分のライブとか音楽制作に関して結構それにつなげていけたらいいなと思っております。ありがとうございます。はい、なんか成長した部分で言えば、メンタルが強くなってお客さんの前にバシッと立てるようになったりとか、やっぱいろんな面で鍛えられたツアーだったなと思う。結構2人と同じ感じで、なんかそのメンタルとかその離れというか、そういう、まあ、技術面でもその進化したとは思いますし、けどなんか一番はそのお客さんとのキャッチボールみたいな、はい、コミュニケーションが結構できたと思うので、まあ、そういう面でも結構成長したなと思います。よかったと思う。なんかお互いね、いろいろ刺激し合っていい感じの、なんかツアー回り楽しかったですね。はい、楽しかったです。まあ、夏休み終わっちゃうけど頑張っていきましょう。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、オンヨマークス、ドン。いきなりだなエビは体力ないんでここら辺で諦めます。意地でついてる。